秋葉女子短期大学4学期開講。イエーイ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今月も始まりました秋葉女子短期大学。それでは自己紹介をさせていただきます。はい、私姉さんこと葵、東雲葵です。普段はコスプレイヤーとして活動しています。そしてはい、私ですね、ソークエンターテインメント所属23歳の西名恵美です。普段は、女優として活動させていただいてます。よろしくお願いします。はい、というわけで30分という短い時間ですけれども、はい、今月も皆さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、始まりましたね。2回目が始まりましたね。はい、でまず最初第1回目の、そう、前回が一応第0回なので今回が第1回ですよ。はい、カウントが、はい、はい、ではですね、まず最初にこのイベントの番組のご案内をさせていただきます。はい、まずはハッシュタグのご案内です。この番組ではハッシュタグで皆様のコメントをリアルタイムでこちらに書いてありますけれども、募集しております。ハッシュタグはシャープ AKBJTD、 シャープ AKBJTD、 番組中のツイート皆様お待ちしております。はい、あとですね、ツイッターもご用意しておりまして、ツイッターの方のアカウントがアットマーク AKBJTD、 アットマーク AKBJTD です。秋葉女子短期大学 AKBJTD 覚えてください。お願いします。はい、そして毎月第4土曜日13時から撮影会とユーストリームの番組公開生放送の楽しいアットホームなイベントを開催しています。先着10名様、料金が5000円でですね、やってます。イベントメールにてイベントチケットのお申し込みを受け付けております。お申し込み者は件名に、チケット予約本部にお申し込みイベント日、お名前、緊急連絡先、どの出演者のお客様か、これ忘れてる方今回すごい多かったみたいなので、ぜひね、どの出演者を応援しているか明記の上、メールアドレス、番組メールアドレスの方に書いてありますね。はい、はい、こちらですね、送っていただければと思います。メイン指定の会場をぜひお願いします。返信が番組の運営からできないとの情報がありましたのでね、はい、場所の情報が分からなくなって当日来れないと困っちゃうので、メイン指定の会場ぜひよろしくお願いします。はい、はい、あとですね、 YouTube でもですね、アーカイブ映像を見ることができます。前回の第0回目の放送もで YouTube で見ることができますので、こちらもご確認お願いします。ぜひともですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。さあ、始まりましたよ。もう2月、はい、今日最後の日ですね。そうですね、2月って短いですね。もう3月ですもんね。早いですよ。なんか普通に一番長い月からだと3日短い、31日ある月からするとあっという間ですよね。そうですね。そうで、もう春を感じさせる今日もね、お天気がいいんですけれども、はい、春といえばね、とっても悩み事がありまして。何でしょう。花粉が、あー、そっか、すでに花粉症はないです。ないの。全くないんです。この辛さを経験していないとはちょっと羨ましいですけど、ここ数年ね、花粉症が始まってしまったので、目がしょぼしょぼするし、くしゃみが止まらないしですよ。マスクの方多いですね。そうですね、もう花粉症の方います？あら、お、いますね。あー、結構いますね。この辛さは本当に大変ですよ。なんか年々いろんな新しいものが出てきてるんですけど、こう予防じゃないけど何か対策されてますか？なんかまだ認めたくなかったんですよ、ここ何年も。気持ちの問題みたいな。そう、気持ちの問題ぐらいの感じで言ってたんですけど、ちょっとさすがに今年は始まるのが早かったので、余計にもう認めざるを得ないので、この予防策が効いたよというのをぜひね、教えていただければと。そうですね、うん、コメントとかで募集してますんで、先ほどお伝えしたハッシュタグ、アットマーク、あ、どっちでも、ハッシュタグ AKBJTD まで、ね、はい、お願いします。ぜひ教えてください。私のくしゃみが大変です。なんか、はい、いや、頑張って、くしゃみが出ないように、はい、頑張っていきましょう。
はい、というわけでね、話は尽きないんですけれども番組を進めていきたいと思います。はい、まず最初のコーナーはこちら。ごめんなさい、ブリッジ音と合わなかったね。せーの、お絵かき対決のコーナー。イエーイ。はい、ではコーナー説明をエミよろしく。はい、このコーナーはお題の絵を描いて対決するというコーナーです。ですね、お絵描きタイムは1分間ですね。ズバリ絵の上手な人が勝ちで、残念な人が負けという簡単なゲームになります。こちらですね、本日会場にいらっしゃってるお客様の方に判定していただいて、どっちの絵が上手だった下手だったっていうのを判定して、拍手の大きさで判定していただきたいと思います。はい、それでですね、もし負けてしまった方はスタッフが用意した罰ゲームとして、恥ずかしいセリフを言っていただくことになりますので前回はね、はい、前回はエミが負けましたね。そうですね、恥ずかしいセリフを言ってくれました。可愛かったですね、ちょっと照れちゃって。 ありがとうございます。で、前回ね、絵を描いたのが、はい、皆さんツイッターの方見ていただけましたかね、トップの方に私たちの写真が更新されてるんですけど、うん、そこにですね、前回エミが負けた時のこちら、これが書かれてるんですけど、これ意味なんだっけ？これはキリンさんです。キリン、なんかイボイボ生えてるし、ベロ出てるし。イボイボ？イボイボってこれキリンの模様あるじゃないですか、キリンの模様が。で、あと舌が長いっていうこの特徴を捉えた可愛いキリンさんになっております。はい、これがですね、あの番組の、バナー？なんていうんだ、ヘッダーか。そうです、ヘッダーです、はい、ツイッターのヘッダーと、ユーストリームの番組のページにも出てるんですけれども、こちら名前が、名前がないんですけども、番組のイメージキャラクターに決定しました。あ、そうそうそうね、そうね、可愛さが認められた結果、認められたのか分かんないけど面白さかもしれないよ。なんですがね、そう、名前がないんですよ。イメージキャラクターに決定したと言いつつね、そう、名前が欲しいなと思いまして、これみんなで募集とかする、したいです、したい、皆さんにぜひともつけていただきたいなと思うので、アットマーク AKBJTD ツイッターの方ですね、うん、こちらにぜひとも候補を挙げていただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。この名前、はい、楽しみですね。次回発表するのが、はい、はい、はい、それではお絵かきコーナーを行ってみたいと思います、はい、じゃあ早速1回戦お題はこちら、カメレオン。カメレオン、はい、ちょっと何気に難しいのを出してくるスタッフさんのド S ぶりですよね。はい、それでは、はい、行きましょう。お絵かきタイム用意スタート。はい、していきましょう。今日はどっちから？じゃあ今日はエイミーから。はい、じゃあエイミーよーどん。エイミーのカメレオン、皆さん、会場にいる皆さんにじゃん、カメレオンです。あれ、なんかちょっと今残念。はい、じゃあカメラにもじゃん。
なんか横長じゃない随分とそんなにぺっちゃんこなの。目が細くて顔が横長なイメージがすごい強くて、で舌が長くてこのあ弁解のうちはないそうです。はい、じゃあ次は私ね。はい、はい、私のカメレオン。お拍手来たよ。ドン。これカメレオン。カメレオン。なんか目が大きいかなっていうイメージがあったんで、飛び出てるっていうか。おかしいな、この間ねイベントでカメレオンのコスプレしてる人に会ったはずなんだけど。カメレオン。そう、カメレオンなの。ヘルメットをかぶってる。全然違う生き物ですね。共通点はない。共通点はない。なんかこの辺がニョロンってしてるぐらい。じゃあ次いきます。はい、次いきましょう、次いきましょう。はい、じゃあ次の第2弾のお題はこちら。ドドン。自転車。これはさすがにかけるでしょ。これはかけますよ。はい、じゃあ用意スタート。座るところよりペダルの位置がわからない。あ、そっか、ペダルが。あれ？え？真ん中に。ちょっとバランス悪くなって書いちゃったかもしれない。ペダルがついてない。はい。終了。終了。あっさり書いちゃったけど、なんか違う。では、またエイミーの方からね。はい。え？うん、会場にいる皆さんに、はい、お見せします。せーの、ドン。いい反応。チラ見したら上手だった。じゃあ皆さんに、じゃーん、うん、自転車。自転車でーす。ちゃんと。これを割れながら、なかなか。けど棒つく位置低くない？あ、でもそういうもんなのかな。私の帰った自転車と全然違うやん。じゃあお姉さんの。はい、私の自転車ドン。なんか生え、はい、はい、なんか下ちょっとペダルの位置低すぎたかな。しかも1本しか生えてないんだけど、案外難しいのかもしれない。そう、バランスが。私はサドルとあの持ち手の位置を一緒にしたのは、あの最近流行りのなんだっけ、あれ、弱ペダ的な自転車を思い浮かべたから高さを一緒にしたんだけど、あれ結構体勢が低くして乗るでしょと思ったんだけど、そしたらペダルがどっか行っちゃった。はい、自転車でした。ということでこの2つを見て、私はこっちの捨てた方がいいな。おーって言われた。はい、ので判定をしていただきたいと思います。じゃあどっちから行こう。じゃあ私から。葵姉さんが、はい、残念だったと思う方拍手。パラパラ。じゃあエイミーが残念だったと思う人拍手。イエーイ。やった。嬉しくはない拍手が。電車で負けたかと思ったけどカメレオンで勝ったな。カメレオンがやっぱり難しいよ。何かわからないって言われちゃいましたけど。カメレオンが何かわからない。カメレオンが何かわからない。また帰って調べるやつですね、これね。勉強しましょう。いろんなこう生き物をね、覚えられますね。はい、それでは恥ずかしいセリフの罰ゲームを言っていきたいと思います。どんなセリフでしょうか。はい、これは恥ずかしい。これは恥ずかしい。私も言いたいけど。はい、
それではエイミーの恥ずかしいセリフまで3、2、1、9。ごめんなさい、私本当はド変態なんですけど。ゲヘゲヘ感出てたね。ゲヘゲヘ出てたよ。うまかった、うまかった。いや、ゲヘゲヘゲヘ、そう泣きそうだね、この子はね。上手なんだね、ベロ、きっとベロが長いからね。そう、さっきのキリンもね、ベロが長かったしね。はい、じゃあね、あの名前をぜひ皆さんつぶやいてくださいね。はい、はい、それでは以上、お絵かきコーナーのコーナーです。お絵かき対決、お絵かき対決のコーナーでした。エミ、はい、エミです、はい、で前回の放送見ていただいた方は分かると思うんですけど、私工具が大好きで、ね、なんか写真出してましたね。そうです、で、はいはい、一番好きな工具を前回の放送で紹介させていただいたんですけども、のび太くん、その工具の名前を覚えてるかな。なんだっけ、なんかカチカチするやつ。そう、カチカチするやつ。なんか名前を教えてもらったはずなんだけど覚えてない。カチカチするやつ。じゃあ教えします。はい、その名前はラジェットエンジン。これでのび太くんっていう振りだったのね。前回頑張った、前回頑張った。頑張るよ、頑張ってよ。はい、ラジェットレンチ。今回はですね、前回エアーでやったんですけど、今回実物をしたので、はい、皆さんに実際にね、カチカチっていう音がたまらなく好きだっていう話をさせていただいたので、うん、そのカチカチを皆さんに知っていただきたいなと思いましてね。ご用意しましたので、ちなみにこの子がですね、レン君って言います。この子レン君です。で、この子レン君っていう名前なんですね。で、でこの子がですね、ちーちゃんって言うんですけど、ちーちゃんはすごいいろんな種類あって、今日持ってるものはちーちゃん1号からちーちゃん9号まであるんですけど、今日はちょっとちーちゃん 9号ですね。9号の音が聞けるのね。いきますよ、ちょっと音を止めてもらってもよろしいですか。いきます。あ、たまんない。今めっちゃ近かったけど、真顔になっちゃった。視聴者の皆さん聞こえましたかね。もう一回じゃあここでさ、マイクに近いところでやってあげて。近いところで。わかります。この気持ちが。わかります？わかりました。わかりました。わかりました。カチカチ言ってたね。これを高速で回すことができるんですけども、うん、ボルトとかナットを締め付けるときに使用するんですけども、ここでこの、あ、もう壊しすぎじゃない。黙んない、これを皆さんにね、ゴング鳴らされちゃいました。お伝えしたかったんですね、このカチカチっていうのをね。で、今後も私の好きな工具を皆さんに紹介できたらなと思いますので、ぜひとも次回もご期待ください。はい、楽しみですね、はい、いろんな工具の名前を私も覚えられるようにしたいと思います。はい、ありがとうございます。そして続いては年に一度の女子力発揮。はい、葵姉さんですね。はい、皆さん2月には何があったか覚えてますか。2月のイベント、
一番大きいのあるよ。女子力といえば、うん、バレンタインね。おお、そう正解です。じゃあ写真を見てもらおうかな。はい、おお、こちらね、今年のバレンタインに作ったチョコレートケーキ、チョコレートブランデーケーキなんですけれども、あの、私ね、あんまり料理しなそうってしょっちゅう言われるんですけど、実はお菓子作りとか料理とかも好きで、ただなかなかそうじっくりやれる機会がないので、バレンタインくらいは手作りをしようかなと思って、今年は今年もねこれを作ったんですけれども、はいはい、今この写真見てるんですけど、この上はあの青い姉さんがちょっとほじくって この辺がしているのは一回ねこのケーキって焼き始めて、はい、全部焼く前に5分ぐらいで一回出して、で真ん中に切り込みを入れるんですね。でもう一回戻すと、焼いてる時にパカッとセンターで割れて、変な風に、これをやらないとですね、こう斜めに変な端っこから割れてきちゃったりするので、膨らむ時にここだよっていう誘導線を入れてあげるとなるようになってるんで、これ間違ってないんですよ。もらった人とかも失敗したのかと思ってるかもしれないけど、これで正しいんです。それは知らなかったですね。え、もしかしてエミって料理しない？いや、そんなことないですよ。じゃあバレンタインは何を作りましたか？バレンタインは作ってない。ほら、やっぱり女子力女子力がちょっと、あれ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 このケーキすごく美味しいんでね、ちょっとお酒が入ってるんで大人の味ですけれども、はい、あのバレンタインイベントとかあるとですね、撮影会とかでもお客様にお配りしたりもしてるので、今年逃しちゃったよっていう方はぜひ来年に、遠いけどね、はい、ぜひ来年にもらいに来ていただければと思います。私の1年に1回の女子力発揮を見に来てください。食べて体感してください。来年はいただきます。はい、ぜひはい、そんな感じです。はい、はい、3つ目は10年間振り続けてきました、エミ。はい、エミです。エミですね、10年間振り続けてきたっていうことなんですけど、秋葉女子短期大学で今 MC させていただいてるんですけども、この仕事だけじゃなくて、あの女優になりたいっていう夢がありまして、でちょっとあの先月の放送でも告知させていただいてたんですけども、あの舞台出演しますっていうような、舞台なども出演させていただいていて、で私の武器として一つ剣道やっていたっていうのがありまして、フルっていうのはじゃあ市内だ。そうです、市内を振って剣道やってて、それを小学生から10年間ずっと続けて、すごいね、10年続けるって、はい、続けてました。でその剣道を生かしてですね、あの盾を今習ってまして、あの刀を持って剣術なんですけども、それ習ってまして、実はもう去年の時点でイベント舞台で、あの盾を使ったパフォーマンスをさせていただいてるんですね、でその映像を今日ご用意しましたので、おー、見たい興味あるで、あのこの映像何人もの人が出てくるんですけども、その中でも私はあの女一人で、あの赤い服をちらっと見せてるのが私なので、ちょっとぜひとも探していただきたいと思います。はい、じゃあ映像お願いします。できないように見ていただけたのかなと、うん、エミおっとりしてるように見える、ね、あんなかっこいい姿も一面であるなんて。そうなんです、剣道生かして盾の やってて、であの実はですね、あの今のコースに流させていただいた映像なんですけども、インフィニティジョイントスクエアっていうイベントなんですけども、こちらのイベントですね、俳優さんやタレントさんが普段持つ、あの普段見せないサブスキルを披露する場として、あの歌だったりダンスだったりお芝居だったりアクションを披露してるイベントになるんですけども、こ
ちゃんのイベントがですね、実はこのあと本日お本日本日、はい、このあとですね、あの、はい、ボリューム6が開催されます。それも場所が池袋になるんですけども、すぐそこじゃないですか。そうなんですこのあと行けちゃいますね。そう、このあと行けちゃうんです。17時オープンになるんですけれども、場所がエンタメバートンボっていうバーになるんですけども、こちらですね、東京都豊島区池袋 2-50 で B1 階になります。3000円プラスワンドリンクで、見ていただけます。いろんな方が出るので、ぜひとこの後私もすぐ移動するので、一緒に、サブスキルがね、まあ、今日来てくださってる方みんな一緒に行くのかなと思うんですけど楽しみですねよろしくお願いします。そしてうまい棒選手権開催、じゃじゃん。どういうことでしょう。これ自体はあの、はい、ライブの物販の後のお話で、あの写真がね、物販席なんで、はいはい、いろいろとあの CD とかが並んでるんですけど、うまい棒選手権というのがありまして、この日に開催された、勝手にやっただけなんですけど、あの皆さんうまい棒ってどうやって食べますか。まあ破ってこれを破って、そうですね、破ってこう出して炙っていう、まるっといくタイプ。まるっといきます。私はおー、まるっといくタイプだ。女子にはちょっと珍しいですよねあれ私はこうやって縦にパンって割ってから開けて、細かくなった状態でちょっとずつ食べるんですけど、女子っぽい。そう、なんか加えるとボフってなるような気がして、なんですけど、これを一発で開けるっていうのが一発で、こう、そのマイボー選手権なんですね。そう、マイボー一発で開ける、一発で開ける、はい。で、これが開けられない人が実はいると、はいはいはい、パンってやって開けるんだけど、で、できない人がいるって言って、で、できなかったんだって、その一緒にいたライブのメンバーが、うん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 、で、あの、葵ちゃんもできるって言われたからやったんですね、はい。で、あの、うまい棒選手権をやったんですけど、エミもできる、私その時一発でできましたからね。やってみたい、やってみたい。パン、もう完全に一発でパンです。一発でパン、はい。それではいきますよ、うまい棒選手権、せーの、おい、開いたー。まだね、開けないしてる全然、あれ開いたー、開いたっていう、はい、ただこれだけランニングコスト全然かかんないそれを選手権っていう形で、はい、みんなでやってっていう、これね、開けない、開かないからって何度もやって、あのうまい棒消費したらちゃんと食べてくださいね。これも私たちが後で、あの、美味しくいただきますんで、はい、はい、というわけで以上、オタトークのコーナーでした。盛り上がりすぎて時間が大変ですねそうですね、というわけでエンディングになります、はい。今日もあっという間だったんですけども、ね、最後にですね、それぞれの告知をさせていただきます。はい、じゃあ私から。もうこれね、あのツイッターの方に情報を基本的にはたくさん載せています、こちらツイッターですね。あとニコ生も個人で放送もやってたりするので、よかったら遊びに来てください。しののめおいです。はい、そしてエイミーです。先ほどもお伝えさせていただいたんですけども、インフィニティジョイントスクエア、本日11時から池袋エンタメバートンボでお待ちしてます。一緒に乾杯しましょう。お待ちしてます。はい、はい、ということで、次ですね、最後に番組のご案内を改めてさせていただきます。ですね、ツイッターのご紹介ですね。改めてアカウントがアットマーク AKBJTV、 アットマーク AKBJTV です。はい、そして毎月第4土曜日13時から撮影会とユーストリームの公開生放送の楽しいアットホームのイベントをやっています。先着10名様、料金5000円です。メールにてイベントの申し込みを受け付けています。皆さん、ドメイン指定をね、解除してぜひメールよろしくお願いします。メールの詳細はツイッターの方にも書いてありますので、メールの仕方がね、書いてありますので、お申し込みぜひよろしくお願いします。次回は、次回は、はい、じゃじゃん、3月の28日です。で、この番組終了後から、応募受付開始いたしますので、皆さんぜひ応募してくださいね。会場でお待ちしてます。はい、待ってます、はい。それでは、それでは、それでは、番組をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。次回もどうぞお楽しみに、はい。それでは